コニデラ・シバさんからバラ・プラサードは、インドのテルグ語映画で活動する俳優、政治家、チランジービの芸名で知られており、2012年10月28日から2014年5月15日にかけて観光大臣を務めた。ブレイクダンスと独自の演技スタイルを特徴とし、150本以上の映画に出演した。ケーラブラスターズ FC の共同オーナーの一人でもある。ナラサプラム近郊のモガルチュル出身。父は警察官として各地を転勤したため、チランジービはモガルチュルで祖父母と共に幼少期を過ごした。成長後はニダダボル、グラジャーラ、バパトラ、ポンヌルマンガラギリ、モガルチュルの学校で教育を受け、1970年代初頭には、インド軍士官学校部隊の隊員として、共和国記念日の軍事パレードに参加している。青年期から演劇に興味を抱き、オンゴーレの CSR カレッジで演技を学んだ。その後、シュリワイエヌカレッジで商業の学位を取得して、チェンナイに移住した。同地では1976年に、MGR 公立映画テレビ訓練学院に入学して演技を学んだ。コニデラ家はハヌマーンを信仰していたため、母からハヌマーン信仰の不滅を意味するキランジビを芸名にするように勧められ、以降、チランジービと名乗るようになった。1980年2月20日、アル・ラーマリンガヤーの娘スレーカと結婚する。彼女との間に一男二女を設け、息子ラーム・チャランは、俳優として活動している。次弟コニデラ・ナゲンドラ・バーブは、俳優、プロデューサー、マッテー・パワン・カリアーンは、俳優として活動しており、パワンは、地域政党、ジャナセナ党の党首も務めている。ギケー・アル・アラビンドは、プロデューサーとして活動している。アル・アルジュン、アル・シリシュ、バルン・テージ、サイ・ダラム・テージはおい、ニハリカ・コニデラは、名にあたる。1978年から1982年、プナド・ヒアラルで俳優のキャリアを始めるが、最初に公開された出演作は1978年のプロナム・カリドゥだった。同年にバープのマナボリー・パンデブルにも出演し、知名度を上げた。1979年にタヤランマ・バンガーヤでハヤクを演じ、アイラビュー、イジカタ・カーズでは、アンチヒーローを演じている。同年に8本の映画に出演し、1980年には14本の映画に出演した。この時期には、モサガズ、ラニケーソラランガンマ、47ナカル、ニヒアムカバリー、レーナバビレンで主演を務めた。1982年には、コディラーマクリシュナのイントロロマジャビーダイロクリシュナヤなど、興行的な成功を収める作品で主役を演じるようになった。同年には、カシナトゥニ・ビシュワナートのスビレイカでフィルムフェア賞最優秀テルグ語主演男優賞を受賞している。この他に、イジペレンタラ、シタディビ、チングランガズ、バンドホルアニュバンダルー、モンジカトーム、パトナムベーキナプティバレソル、マンチュパラキに出演している。1983年から2007年チランジービ60歳の誕生パーティーでのチランジービ、サルマンカーン、ラームチャラン1983年に出演した、囚人は、興行的な成功を収め、チランジービはスター俳優の地位を確立した。この時期には、マントリーガリバイヤンクドゥー、サンハーシャナ、ゴンダ、チャレンジ、ヒーロー、ドンガ、オディビドンガ、コンディビティラジャー、ラックショスドゥー、ギャングリーダー、ラウディアラデュー、ヤムジキモグズ、ドンガモグズなどに出演し、興行的な成功を収めた。1985年に出演した、バイジェサで、再び、フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演男優賞を受賞しており、1987年に出演した、スエオ・マクルーシーでは、ナンディ賞主演男優賞を受賞している。同年開催の第59回アカデミー賞に招待され、アカデミー賞に招待された最初の南インド俳優となった。囚人出演後は、ペーシバディ・プロナム、ヤムジキ・モグズ、マンキ・ドンガでヒットを記録した。1988年に出演した、ルードレビネでは、難事象審査員特別賞を受賞している。1990年にはKラガベンドララオのジャガデカビロデュアチリカスンダリに出演し、続けてコンディビティドンがギャングリーダーに出演している。特にギャングリーダーの興行的な成功により、チランジービは人々からテルグ語映画のボスと認識されるようになった。1990年にはヒンディー語映画プラタバンドに出演して高い評価を得ており、1992年にはアージュカゴーンダラージでも演技力を高く評価されている。1992年に出演したオッペドバンドホビドゥでは2度目のナンディ賞、最優秀主演男優賞、3度目のフィルムフェア賞、最優秀テルグ語主演男優賞を受賞しており、同年に出演したならず者の婿殿はテルグ語映画として初めて興行収入1億ルピーを記録し、インド国際映画祭、メインストリーム部門で上映された。1996年には、カンナダ語映画、シペイにゲスト出演している。1990年代中盤は、メカニック・アラデュー、SP パラスラム、ビッグボス、リクシェイバジューなど、失敗作が続き、キャリアが停滞した。この時期に成功を収めた作品は、フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演男優賞を受賞した、マザ・メストリーであり、マグル・モノガルー、アルダ・マジャカは、平均的な興行成績に終わっている。1990年代後半からは、ヒトラー、マスター、バーバガル・バグンナラ、チュダラニ・バンディ、スナム・コサムなどの成功により勢いを盛り返した。1999年にハリウッドの企画に参加し、ドゥシャンガル氏が監督、ラメシュ・クリシュナムルティがプロデューサーを務める映画の主役に起用された。この作品は、ザ・リターン・オブ・ザ・シーフ・オブ・バグダッドのタイトルで制作が進められていたが、途中で制作が中止されている。2000年にアナイアに出演し、2002年に出演したインドラでは、テルグ語映画の歴代興行記録を更新し、3度目のナンディ賞最優秀主演男優賞、6度目のフィルムフェア賞最優秀テルグ語主演男優賞を受賞した。その後も、タゴール、シャンカール・ダダ MBBS、スターリンなどのヒット作に出演し、シャンカール・ダダ MBBS では7度目のフィルムフェア賞、最優秀テルグ語主演男優賞を受賞した。長年の映画業界への貢献に対して、2006年にフィルムフェア賞南インド映画部門特別賞を受賞した。2007年にシャンカール・ダダ・ジンドアバドで主役を演じた後、チランジービは政治活動に専念して約10年間映画業界から離れた。しかし、この間にも映画には出演しており、2009年のマガディーラ勇者転生、2015年のブルース・リー・ザ・ファイターでは息子ラーム・チャランと共演しており、2010年のバレドゥ、2015年のルドラマデービ宿命の女王ではナレーションを務めている。2013年以降は映画復帰を目指し、150本目の主演作となる新作映画の脚本を探し求め、2014年にヒットを記録したタミル語映画、ゴッティのリメイク版制作を決めた。このリメイク版は、VV ビナヤックが監督を務め、IDナンバー150として公開された。批評家からは10年間の休止期間を感じさせない、演技力を高く評価されており、公開初日には、インド全域で4億1750万ルピー、公開5日目には10ルピーの興行収入を記録するなど、興行的にも成功を収めた。アメリカでは200万ドルの収益を上げており、最終的な合計興行収入は17億ルピーを記録している。2019年には、伝記映画、サイラーナーラシマレディに出演している。ニューデリーで開催された、ワールドトラベルアワード受賞式に出席する、観光大臣チランジービ2008年、チランジービは、アーンドラプラデーシュ州を拠点とした、地域政党、プラジャラジャム党を結党した。彼は、結党に際して、党の理念を、社会正義であると明言している。2009年インド総選挙では、アーンドラプラデーシュ州議会において295議席を獲得しており、チランジービもティルパティから出馬して、州議会議員に当選した。一方、同時出馬したパラコッルでは落選している。2011年2月6日、チランジービは、プラジャ・ラジャム党がインド国民会議に合流することを発表した。彼は合流決定前に、インド国民会議総裁ソニア・ガンディと2週間にわたり会談を重ね、イズル会議党の誕生とテランガーナ地方分離運動による州議会の混乱を防ぐことで意見が一致した。2012年3月29日にラージア・サバー議員に選出され、4月3日に就任の宣誓を行った。同年10月28日に第2次マンモハン新内閣の内閣改造により、観光大臣に就任した。2014年7月、テランガーナ地方がアーンドラプラデーシュ州から分離した。これに対し、アーンドラプラデーシュ州選出の議員たちの多くは、分離に抗議するため、インド国民会議を離党したが、チランジービは残留して、党選挙委員長として2014年インド総選挙を指揮した。しかし、彼の運動が消極的だったため、テランガーナ分離に不満を抱き、選挙運動に力を入れなかったと批判された。一方、ジャナセナ党を結党したマッテー・パワンは、インド国民会議に反対し、テルグデサム党やインド人民党と協力して、積極的な選挙運動を行った。反インド国民会議感情が高まった、アーンドラプラデーシュ州では、インド国民会議の候補者全員が落選し、候補者175人中165人が供託金を没収された。これ以降、チランジービは政治運動から距離を置くようになり、インド国民会議の会合に一切出席しなくなった。2018年4月2日に任期満了でラージア・サバー議員を退任した。1998年10月2日に慈善団体、チランジービ慈善信託。CCT を設立した。同団体は、アーンドラプラデーシュ州内で最大の献血、愛バンク団体として活動しており、68,000 人分の血液と1414個の眼球を寄付している。設立以来、8万人以上に血液を提供し、1,000 人以上に眼球を提供している。これらの活動により、アーンドラプラデーシュ州政府から4度表彰されている。2006年6月10日には、インド大統領、アブドゥル・カラームがチランジービの名前を冠した、チランジービ慈善財団を設立している。アブドゥル・カラームからパドマブーシャン勲章を授与される、チランジービインドで、最も出演料が高額な俳優の一人である。オペドバンドホビドゥでは1250万ルピーの出演料を受け取っており、2002年には1999年から2000年にかけての所得税最高額納税者として財務大臣からサマン賞を授与された。2006年に長年にわたるインド映画への貢献によりパドマブーシャン勲章を授与され、同年にアーンドラ大学から名誉博士号を授与されている。K・バーラチャンダルは、チランジービは、カマル・ハーサンとラジニカーンと双方の素質を持っている。彼はアクションだけではなく演技もできると評価している。フィルムフェアとインディアトゥデイはチランジービをバッチャンよりも大きいと評価しており、ザ・ウィークはニューマネーマシーンと評価している。2006年に CNN ベンが実施した投票ではテルグ語映画で最も人気のある俳優に選ばれ、2013年にはベンライブからインド映画を変えた男の一人に挙げられている。ありがとうございます。